さあ動き出しましたよ。やっとですか。2の1やっと来た。遅いよ。もう本当にもうここまでで人動画作れるぐらいまで終わっちゃったんじゃないのね。ちょっと明けましておめでとうございます。これが新年一発目のゲームになりました。はい、というわけでやっていきたいと思います。はい、どうもマグマグマグロンと申します。何すんだっけ、前回のクロノストをクリアしてアレストに来るっていうところは実はですねクリスマス前にやってたんですね。ため撮りです。なので年末年始一切ゲームをしないで今1月7日3連休そして今回1月7日に撮ったのを1月7日にアップするかなりギリギリでやっております。というわけで何やってたっけ、2週間近くやってないんだね。もう多分ねプレイもたどたどしいことこの上ない今回のゲームは。右下に右上に書いてあるのか、ポータルをクリアしてエメラルドキーを手に入れるってことは2の1をクリアすればいいんだけど2の1がどこかわからない。適当に探したいと思います。左下あたりを攻めますか。ちょっとこの付近にこれがあるな。ちょっとこれだけちょっと気にするか。あそこのようです。でこれがね多分敵なんだよ。こないだなんかうっかり近づいたらこれ敵だったんで、これはちょっと次回やるか。ちょっとそーっとそーっと離れて離れて、そこにあるんだな、そこにあるんだな。でこれこっから登れるかな。登れねえかなこれ。落ちたな。登れた。あ、惜しい。じゃあまあこれをちょっとかいつまんでやってみますか。どっち側から行っても行けそうな場所はない。こういうこと？なんか俺かなりズルしてるかな。じゃあこれはちょっとできるところまで一旦カット。できたかな？できたみたいです。なんかすげえな、やっぱりこれどうやって倒すんだろうね。わあ、なんかいっぱい出てきた。何すんの？はい、ゲットゲットしました。多分今のでこれで消えるよね。はい、消えました。じゃあちょっとここら辺探索しますか。このちょっとね多分 M いくつがあればマップがねどんどん開くのでちょっとそれをやっていきたいと思います。ちょっと夜になっちゃったけど一旦カット。うん、こっち側に行けばいいのか。あ、なんかある。うわ、なんかある。偶然ですが見つけてしまいました。こっからの俺入ればいいのかな。ズキューン、何にもしないで取れる。これは楽で。今どこ だいぶ先進んじゃったけど大丈夫これ。あー、これ海沿いなのかな。あー、海沿いに何か見つける。でもこういうのをね踏んでいけば何かしら手に入るでしょ。ほら、何かしら手には入ったけれどもこっちの敷地に来たくなかった。こっちじゃないです、帰ります。
お、なんだこれ、ダメージ。え？あ、こうすればいいのか。もう一個手に入りましたです。往復。往復で2個手に入りましたです。で、結局同じ位置に戻ってきたか。あ、よかったよかった。これは何だろうね。テトラポッド宇宙版。なんだろうねこれね。こんなとこにもいた。持って帰るか。ちょっとね、夜だとね、見づらいよね。別にこれ自体には何にもないのかな。うん、別に何もないみたいな。なんかあるね。全部追っかけようかね。なんか嫌な予感がするね。どこまで連れてかれるんだろうね。かなびっくりよ、もう本当に。よいしょ。これは違うな。いやー、ちょっとあんまり遠くに行かせないで、で1個ゲット。ここどこよ。ちょっとだいぶ飛ばされたでしょ。遠い。ちょっとごめんなさい、こんなに遠く来たくなかったの。こっちで合ってる？向きこっちで合ってる？うん。なるべくちょっともう一回戻りますよ、さっきの場所に。ズキューン。ちょっとなるべく戻りますよ、戻りますよ。俺さっき何に捕まったんだ。これに捕まったんだな俺な、さっきな。いやいや、で今ここどこ、全然わかんねえや。何にもない。え、なんかあり地獄、ちょっと怖いな。あそこにあれがあるな。エッグマンの基地があるんだよな。エッグマンの基地は前回見たんだっけ。なんかあるな。乗れなかった。ちょっと角度つけないとね。平行感覚が取れないよ。どこだっけさっきの場所。ちょっと分かんないね。これでよかったみたい。乗っかんなくてよかったみたい。あ、俺これ苦手。大丈夫だった。はい、ゲットゲットしたのはいいんだけどさ、ちょっと遠いんだってば。何このバネみたいな。こんなのポケモン GO で出てきたけど。敵なのこれ。倒した？敵だったみたい。で今そこにあるのか。ちょっとほとんど見つけてないから、これちょっと行きますか。 R じゃねえ、 M27。これを始めますか。え、あ、どれこれ。っていうわけじゃないか。始め方がわからん。あ、なんか開いた。こっち。え、あ、ここら辺にあるやつ全部押せってことか。やっぱりこっち。え、まだある。え、まだある。あ、あった。こっち。あー、これでクリア。はい、 OK。 M27 クリア。これで地図が開く。ちょっと、おお、だいぶ開きましたね。なんかいろんなところに、もうちょっと開いてくれてもいいような気も。
はい、開きました。これなんだろう、ズキューン。これ何にもしてない。うわー楽しい。そしてここまで戻る、戻ってまいりました。ソニックがビリビリしてる。それなのはいいんだよ、そんなのは、そんなのはね、いいんだよ。結局戻ってきたな。ポータルはどこ。で俺はポータルを探してんのよ、2の1を探してんの。2の1をどこにあんのよ、2の1は。いやでもここら辺にあると思うんだけどな。もう一回さっきのとこ帰るか。さっきここだったよね。これ高いところから見ればさ、案外見えんじゃないの。もう目視するよ、目視。あそこ怪しいか、これ怪しくない。これ今登ったね、ここが怪しいわ。これなんだろう、こうやれってことか。はい、失敗。いいよいいよ、失敗しても。なんかいろんなところにここ発見、持って帰る。おほほ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 、なんだこれ。いった430枚が430枚が散らばってしまった。何すればいいのこれ。落っこちてきた。なんなん、これで攻撃ができるのか。倒した？ああ、あれが起こってるってことは倒れたってことか。なんだかよくわかりませんでした。え、で結局これクリアしてないんだよまだね。クリアできるまでカット。なんか2箇所分かれてるような気がするな、これ。はい、ゲットー。なんだこれ、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 なんだこれ。あ、なんか M26 だったみたい。なんだかよくわからないうちに M26 をクリア。ちょっと待って、どこにポータルあるのこれ。ポータルなさすぎやん。で、ちょっと待って、さっきのギミックもう一箇所ない？これこれ。ここもう一個ない？これ。これなんだと思う？あれ？どうやってやんだっけ？コイン捕まえんの。コインを、わ、コインループ。コインループしよう。L3 だっけ？あ、それで結局同じところだったらいかない。あ、ここさ、一応、あ、落っこちない、落っこちちゃう、落っこちちゃう。登って登って、あ、こうしないとダメか。こっからさ、ちょっと見えない？どっかにポータルねえっすか。そこのオアシスにもポータルはなさそうだね。じゃあ全然違うところなのかな、ポータルって。2の1を探しとるんだがの、あの上になんかありそうだな。あ、そこにある？あ、違うか。
ポータルがちょっと見当たりませんね。で、考えてみるとナックルズの顔もねえんだな。あれどこなんだ。ちょっとこの付近にないね、確実に。見てくれてないわ。こっちじゃなかったんだな、場所。ここら辺のちょっとメモリーはちょっと捨ておいて。ん？あ、まあちょっとなんかうるさいからここ行くか。うるさいから。どこどこ？あ、すぐそこにあんのか。ズキューン。これ横取りしちゃおうかな。ああ、ダメだった。もう横取りできたよね、今ね。ここら辺に多分、やっぱりね。まあ、ついでに取ったと。これでなんかある？ん？なんかそこ光ってたけど何？取り逃し俺。ココちゃんがこんなにいっぱいいる。あと他に取り逃しない？おしさー、能力アップされますかの。スピードとリングか。リングにして、次スピードにしよう。次スピード。これスピードをガンガンやればさ、こないだのあのなんか、クロノス島で出てきたさ、あの、空飛んでるやつ、スカッド。スクイードが正解なんだよね。あれもっと簡単に追いつけたのかな、スピードが上がったら。こんなにいっぱい手に入った。もうナックルズと話したい。あら楽しい。はい、ゲット。はい、パッと見てない。あ、もういいよ、あんた倒したから。で、うわー、逆方向だったみたい。おお、そしてもう一個取る。なんかこう自分で狙ってないのをどんどん取ってるよね。あ、そうか、これでちょっと周りを景色見ながら、どっかにポータルねえっすかね。ないっすね。ポータル感をこれで移動できるんだよね。ポータルじゃない、あの、M をクリアするたびに。どっかねえっすか、ちょっと本当に。え、あのボス倒さなきゃダメ、やっぱり。ん？あ、うん、違うか。ん？これか？あ、違うか。え、これか、これじゃないか。ちょっと場所教えてくんねえかな。地図に載ってないんだよな。あの上怪しいか。あ、これか。え、嘘でしょ。あ、違うか。あれ、どれなの本当に。これ何なの。これは違う。これ違うみたいですね。あらら、立てないじゃん。あ、これが正解だったってこと。どういう敵なのこれ。あ、やったー、ここに飛んでいく。こうすればいいのか。やっぱり
え、あれがポータル？なわけねえか。ポータルをクリアしてって書いてあるんですよ。ああ、こいつか。いや。さっきから無視。ちょっとこれはわからなさすぎるんで、ちょっとネットで見るか。これはちょっとマジでわかんねえや。どこにあるの ?M2 の1。一旦カット。あ、ここら辺にあるみたいですね。あ、エメラルド出てきた。カオスエメラルド。ここら辺ですね。ちょうどじゃあ開いてないんだ、ここ。あー、なるほど。マップがギリギリ開かなかったんですね。じゃあ俺がちょっと違うところ行き過ぎたか。本当は、簡単に手に入ったのかな。俺がなんか変なところうろうろしてっから行けなかった。多分スタート地点ってここら辺だったっけ。そうだよね、ここがスタート地点だったんだよね。で、このでっかい敵があれだから、離れようとしちゃったのがいけなかったか。あ、なんかちょうどM2044 ができそう。夜専用。やばい、明るくなってきた、明るくなってきた、明るくなってきた。やばい、急ぎ急ぎ。やばい、明るくなってきた。急ぐ急ぐ急ぐ。まだまだまだなの、ね、まだなの。おっしゃー、なんとか間に合ったまだ開かないのそろそろ開こうよ。もう、そしてなんかいるよ、ここに。あ、これでちょっと強くなるかも。一個だけ。変えない。で、これもぐるーんともらうものはもらっておきましょう。ほら、エメラルドキーもらえちゃったけど。ポータルはクリアしてないけれど、もらえちゃったけど。で、向こう側なんか光ってる。え、あれがポータル？今ここどこ？あ、違うな。カオスエメラルドの場所がもう光ってんだな。違うんだな。あ、今一個拾ったから。せめてさ、一発目の場所だからさ、すぐ開いてほしいよね。どこら辺なんだ？これ今全然違うところにいるんだな、俺。取れないの。まさか取れないと思わなかったから、もう一回やろうか。だって二度とここ戻ってこない可能性あるからね。はい、ゲット。あ、この上か、この上か。なんか残り一個って書いてある。これか。違うみたい。わあ、なんかいっぱい。
これっぽいですね。ようやっと念願の念願のポータルをゲットしました。これが何番目？さあ動き出しましたよ。やっとですか？2の1やっと来た遅いよ。もう本当にもうここまでで一動画作れるぐらいまで終わっちゃったんじゃないのね。ちょっとどうだ、今俺何本撮ってる動画？4つ目ですね。もう8分、17、22、22分撮ってますね、もうね。で27分撮ってます。はい、というわけでじゃあもう今回はもうここまでだねじゃあ次回2の1からやりたいと思います。ここをね一番最初に開いてほしかった。あ、ギリギリ開いてないんだ。2の1は一番最初にさクリアした M シリーズどれをクリアしても2の1は開いてほしいね。そうしないとやっぱり順番にやりたいのよ。まったく。というわけでじゃあ次回、メインの2の1からやりたいと思います。そしてここら辺の周りのね、メモリーも集めて、さらにナックルとお話もするところまで次回行けたらいいな。うん、じゃあ次回はそうしたいと思います。今回はただマグがこう何島っつんだっけ、アレス島、ここをねくまなく探索したという回で終わりました。というよりかは新年一発目のリハビリ会だったかもしれないね。ちょっと操作を思い出すためのリハビリに付き合っていただきました。なんか多いなここ。こんなにいるのこう。あ、やべ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 、逃がすか。というわけでね、じゃあ次回にしようかな。メインはね、なんかあそこにもある。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。ここにもいた。よし、じゃあちょっとこれをサムネにしようかなね。次回ここからでもこれをサムネにしたらこれをやうわー、これをやるっぽくなっちゃうよね。やめとこう。じゃあサムネはさっそうとこうソニックと朝日でサムネにしようかな。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。次回もまだプレステ4で遊ぶと思う。ちょっと設定に時間がかかりそうなもんで。